私欲張りなので2つご紹介したいと思います。一つはこれ、トキネって言って刻む音って書くんですけれども、新しく作った茶器なんです。ですね、これガラスのビーカー部分なんですけど、ここが半磁器で、なんかどう説明したらいいのかな、こうパーツがもうすごく単純に3つこうあるだけで、でポコッとこう入れるんですよ。でドリップ式なんですよね。で半磁器っていうことで食洗機にもかかるっていう、こう茶殻がいろんなところに引っかからないということも結構大事にしています。それとあとすごくラフなんですけど、落ちきっちゃえばいいっていう入れ方なので、こういつ落とさなきゃみたいなことあんまりこう思わなくていいっていう感じなんですね。あらららら、上手に出てくれます。緊張しております。緊張しております。こう入れますでしょ。そしたらもうお湯を入れるっていうだけなんです。簡単ですね。ねえ、本当に朝寝るといいですね。でこれで最初はお茶っ葉が広がってないのでどんどん落ちていくんですけど、だんだんお茶っ葉が広がるじゃないですか。そうすると落ち葉がこうお湯をろ過するみたいに、こうお茶っ葉自身がフィルターになっていって、だんだん落ちるのがゆっくりになるんです。あ、いい音が、ね、この音も癒しですね。そう、リモートワークしてる時に結構なんかこうこれがあると、もうそれだけでちょっとこう目に緑っていうか、こうなんか疲れてる時に見るとよしみたいな感じになるので、そういう意味でこう結構このポツポツって言って落ちてくみたいな、これが結構なんていうのかな、今までこう入れるっていうところにこう音っていう要素ってなかったんじゃないかな、日本茶だと思うんですけれども、この入れる時の音とあと波紋ですよね。こうそういうものが実はプロセスとして、コーヒーだったら真っ黒になっちゃうじゃないですか、それがいろんな本当にね、これお茶の種類を変えると、あ、こんな違うんだって思えるんですよ。でそれがまたちょっとこうなんか何なんでしょう、豊かな気持ちになってっていう感じです。でこれで落ちるのを待つというようなものなんですけれども、まあある意味でこう朝忙しくてなんかね、朝忙しくてね、なんかこうお化粧とかをしていて、こうお茶を惜しく入れようでも開いてないし、ちょっと何してって言ってる間に急須の中でお茶がなんかなっちゃうみたいなことがなく、これもとりあえず注いだら何をしていても歯を磨いていても最終的には出来上がってるっていうところが結構なんていうか初心者にも忙しくてお茶は無理だわみたいに思ってる人にも、なんかこう一歩踏み出してもらえることができないかななんてことを考えています。でこれもし急いでたらここちょっとこうやってやるだけでスッと落ちるんです。そうすると早く落ちるんで、ちょっと調節に自分でできるんですね。できるんです。はい、そうなんです。それでなんかすごいシンプルなものなんですけども、こういうのも作りました。なの でこれが一応蓋になっていて、本当は最後の一滴までも絞り切った方が美味しいんですけどね。でこれでこういう感じでここが抜けるんですね。こんな形で綺麗、香りいいでしょう、ね、っていうものです。これがトキネ、はい、でこれね2000目も3000目も普通に、はい、大丈夫ですね。はい、いけますね。これが一つ目で、ね、二つ目は抹茶なんですよ。で抹茶ってすごく皆さん好きっていうか、会社の子も抹茶とか言うと、もうなんかスイーツでも何でも抹茶が好きって言うんだけれども、じゃあお家の中で抹茶立てて飲んでるかっていうと、まああまりなくて、で抹茶持っててもお料理とかクッキーとか、そういう時に使うっていう感じで、案外抹茶って実は茶殻出ないし、すごいこう好きなくせにお家の中入ってないなっていうことで、ちょっと考えたんです。これ抹茶の石を感じるんですけど、ここのね、底のところが洗濯機のね底みたいになってて、とっ
中申請、特許申請中なんですよ。もうむちゃむちゃなんかお茶をどうやったら身近に生活の中に入れられるかなっていうの、なんか一応茶袋屋なんですけど、いつの間にかなんかそちらに主軸も行っていて、まずお水を入れます。ここに線があるのでお湯じゃなくてお水を入れるんですけど、そこに抹茶を 2g 入れるんですね。で今日はこれスティックのお抹茶を持ってきてるんですけれども、これ別にあの普通にあの袋で売られてたり茶館で売られてたりするような普通 の, あのお手前用の抹茶で OK です。で、あの溶けやすい抹茶っていうのは大体あのスーパーなんかで見ていただくと、裏面を見るとデキストリンとかいろいろ添加物が入ってるんですけど、ピュアな抹茶はダマになりやすいからなかなかお家の中に入ってこないということがあったんですけど、これこれで蓋するじゃないですか、でそれでこれきちんとするね、蓋が閉まってないと惨事が起きるんですよ。今すごい手が震えてたらちょっとやばいことになりそうで、大丈夫、あ、やばいやばいやばい、なんかダメだ自分、あ、助けてくれてありがとう。もうまさに始めてますね。大丈夫、綺麗な色、あ、どうですか、確認してください、確認してください、大丈夫だと思います、はい、でこれで11秒って言ってるんですけど、こんな感じでなんか本当にあのプロテインシェーカーとかみたいに、あの、と違って こういう感じで持てるので結構楽で、でもこれでほぼ大丈夫なんですね。そしたらこれでね、おうち抹茶レシピブックとかも出しちゃったのあのアイス抹茶ラテって結構メニューとしてあのインスタ映えするのでよく載ってると思うんですけど、あれも結構ね大事なポイントがですね、二層にするには氷に当てるんです、うん、でそれが大事よってこれも書いてあるんですけど、うん、これでもうダマになってこんな感じで見えないですね、うん、泡になってるんですね。でこれをわあ綺麗、こんな形で二層になってるかな、もうちょっと入れてもいいかな。でこれにメープルシロップ入れるとか、それからなんかこの間イベントやった時には、あの蜂蜜入れるとかいちご牛乳でやるとか、そうそうそう、すごくそういう話もあって、なんかこう今のこう私たちってお家にいる時間すごくいっぱいあるから、ちょっと自分でアレンジするのすごい楽しいじゃないですか、そういう意味ですごい余白があるので、で抹茶あのすごくこうなんか普段カフェメニューって思ってるものをお家でもできるんだなっていう風に思っていただきたくて作ったっていう、はい、2つ、ね、なんかこう通販のまさになったんですけど上手にできてます、説明、はい、ありがとうございます。本当にインスタ映えします。あ、はい、もっとね大きいのでも OK で、あ、それからね豆乳入れるとなんかイソフラボンと、はい、ビタミン C が朝から取れるとか、牛乳よりカロリーがないんですか、豆乳って、なんかそんなことをおっしゃってる方、え、甘くしたい場合はこっちにお砂糖入れちゃうんですかね。え、なんか結構こっちに入れる、はい、であとなんかこの間おっしゃってたのはラカンカ、ラカンカ、はい、なんか全然こうカロリーがあまりないような、うん、そういうものでもアレンジできるから、うん、すごくこうで、あの逆に甘いお菓子と合わせる時には、うん、あの案外こっちが甘くない方が美味しく飲めるっていうお話もあって、うんうん、そういう意味ではこうアレンジができる、こう、うん、オールインワンで入ってるものと違う楽しさがあるんじゃないかなって思っています、うん、はい、うちだとなんか氷を何か牛乳で作ったりとか、抹茶で氷を作ってそれを入れるのもなんかおしゃれだなって思いました。カフェで飲む抹茶ラテももちろんすっごい、ね、完成されてて美味しいけれど、家でやると私濃いのが好きとか、ああ、私ミルク多めが好きとか、なんかもうその時々で、その日その日でこう気分でアレンジできるのがいいですよね。ラテだけじゃなくて、もうこれあのなんかあの抹茶ビールとか、なんかすごい流行ってて、でも友達はなんかレモンチューハイ、私お酒を飲まないから分かんないんですけど、ビールよりも色が濁らないから、なんかレモンチューハイに入れるとレモンと抹茶がたまんないとか、そうですね、言ってましたし、あと抹茶蜜とかでかき氷にあんこっていうか宇治金時みたいにする時もなんか結構これで、その時には蜂蜜こっちに入れちゃう、入れちゃっていいですね、はいはい、そういうこともできますし、なんかいろんな応用が効きます。すごいですね、なんかこれならできそう、できますシェイクをふざけたから、
かこう日々の中に入ってくるっていう感じで、会社の子もあの社員さんもあのなんか毎日抹茶を飲むとかいうのってこう晴れの日の飲み物だからちょっと考えにくかったんだけど、なんかこれがあったらなんかもうなんか青汁感覚のなんかもっと癒しバージョンみたいな感じで習慣になるみたいなお話をされてて、本当にあるお茶屋さんの店頭でイベントやったんですよね。だからもう本当に若い方がそこで、まあ、500円だったんですけど自分で抹茶を作るっていうだったんですけど、このもう本当にお写真撮られて、でこうそれであの買ってった方がスティックの抹茶だけでリピートされるって、だからきっとあのお家で何回もやるってことですよね、やるってことだと思います。習慣になるというか、それは嬉しいですね、そんなことが、はい、なのでこう本当にこうこちらはどっちかっていうと究極的な感じでお茶っ葉なんですけど、こちらはもうラフな感じでっていう感じで、なんかいろんな選択肢がある、正解は一つだって思わないっていうことが、結構そういうなんていうか固くこうするべきなのよって言わないことが大事かなっていうふうにも思ってるんです、そうですね、なんかもっと自由でいいと思いますね、うん、でなんかいろいろなんかあこうかなこうかなって楽しみながら取り入れてみて、で、まあ、こんなに緑色に出るお茶って世界か、ね、世界のお茶のことご存知ですけど世界見てもこんな緑になるお茶って日本しかないですよ。そうですね、でもともとやっぱり、ね、あの茶畑って一枚 の, あの緑色の葉っぱだったと思えば本当もう飲む野菜だから、うん、しかも美味しいっていう、でなんかもうああじゃないかなこうじゃないかなってやって、でまあなんかだんだん知っていくうちに、茶葉のこととか、なんかじゃあ急須はとかっていうところに行けばよくて、なんか最初はまずなんかちょっとやってみようかなって、なんかそんなに美味しくって体にいいならお家で楽しんでみようかなっていうのがなんか一番そのきっかけがいいなって思いますけど ね、うん、楽しそうっていう気持ちが、そうですね、なんかこう自分でこう余白があると楽しめますよね、あのなんか失敗っていうかこう自分としてはあ思ったよりこうだったっていうのもなんか愛おしいっていう、それも楽しい。それ人間のキャパ広げてると思うんだよね、うん、そういう、うん、そういう時間が、うん、1たす1は2だけじゃない。あとそこになんか工夫する楽しさ、うん、あなんかちょっと今日、うん、もう帰らなかった、明日こうしてみようかなとか、うん、なんかあのちょっとなんか余談になっちゃうんですけど、うん、その教室に帰ってきてくださる方で、市川さん市川さんって、私夕方の4時にお茶飲むのが最高ですっておっしゃるから、うん、なんでって一番体調がいいって言ったんです。それもでも朝飲んでみて昼飲んでみて夕方飲んでみて夜寝る前飲んでみていろいろ試した結果がそれだったって言ったんですよ。だからなんか日本茶って朝飲むといいですよっていうことわざがあったりするんですけど、私はそれが正解って言ったんです。その自分 の, その心の声とか体調を自分で聞けるっていうのが素晴らしいって言って、それもなんかいろいろ試す、でもそのもうすごい楽しい、そうやっていろいろ試してみて、でこのなんかあ私は夕方にお茶を飲むと一日すごい体調がいいって分かってからば毎日飲みますよね、やっぱ体感するから、ね、健康な方って大体そのルーティーンがちゃんとできてらっしゃいますよね、4時にお飲みになるっていうのが決まってる方は必ずその4時にこうその行動をするっていうのがちゃんとこう定点でこう決まってるような気がしました。でそれも人それぞれだから、朝飲むのがいい方もいれば、夜飲むと眠れカフェインで眠れなくなっちゃうっていう方もいるけど、夜飲むとぐっすり眠れるっていうテアニンの方の作用が効いて安眠につながる人もいるので、それはもういろいろ本当人それぞれだから、なんか試してみてって思いますね。なんか自分の心の声を聞くっていう声、言葉にすごいやられてる。そうか、それが自分の心の声を聞くってことだなって思いました。ありがとうございます。あとあれですね、今皆さんやっぱり SNS やってらっしゃるので、うん、その自分の心の声をこうたくさんこうなんて言うんでしょう、拡散したいっていう、うん、そのスタイル作りでこう今日はじゃあ牛乳と合わせてみようかなとか、うん、今日はヨーグルトと合わせてみようかなとか、うん、なんかそういう楽しみもまた一つライフスタイルの中にありますよね、うんうん、お料理と比べたらすごい取り入れやすいと思うんですよね。そう、材料少ないです。そうですよ、氷と水とお湯ぐらいですね。あとまあこういうね器の楽しみっていうのがありますけど、ハ
ハードル全然低いと思うんですよ ね、 すね、時間かかんないし、時間かかんないし、はい、すごい今日はこのアイディアでなんかこう夜やってみたくなりましたプレゼントして